これはですね、ちょっと珍しいもカードで、ベルギーなんですう。ベルギー。よ。どんなカードかっていうと、ベルギーのマジシャンが、ある幼稚園に行った時に、その幼稚園の子たちにマジックを見せて、その子たちのお礼に、こうトランプっぽいのをこう、真似してね、書いたものを、その幼稚園側がプレゼントしてくれあ、じゃあ園児の子たちが描いてくれたた。柄。それを印刷して、カードにしたとね、いうことで、こう、なんかね、ありがとうマジシャンみたい本当だ、かわいい。な、いう柄なんですよ。で、だからそのベルギーのマジシャンは、このカードを開けるたんびに、こう懐かしくなるらしい。こう、横着な子はね、こういう。闇が深そうな。で、これなんかまあ、バイスクルに近いよね。俺がいつも使ってるやつね。いや、この子も上手。でもみんな裏側を書いてるんだ。いや、それだけじゃなくて、やっぱ裏側よりも表書きたいのね、みんな。だから、裏はね、こう被ってんのよ、結構。ああ、枚数足んなくて。こいつちょっとやばそうだよね。よくなんかちょっと病んじゃったみたいな時にさ、書いた絵。そう。で、そう。表表もあはるのこういね。うね、クラブの6とか、ダイヤの2とか、もはやこの子はただヨットの絵が描きたかっただけっていうね。きな絵描いちゃっただけ。でもよーく見ると、QS って書いてあるでしょ？QS なんだ。スペードの Q。あ、ここに、取ってつけたように、トランプの、一応まあ、とりあえず何だかは書いとこうって。そう。これは？スハートリーの3ハだーね。ツ、うんうん。そう。こういうふうにね、表はやっぱり大人気で、いろんな子がすごい。こ書いれ、てるの。全部あるんだ、じゃあ。そう。だからマジシャンはね、このトランプを開けるたびにこういう思い出があるんだけども、やっぱり2、3分ぐらいしかその思い出はこう蘇ってこなくて、気がつくと現実に戻るんですよ。あ、そうか。やっぱり今自分が見てるのは現実のトランプで、あの子たちのトランプではなかったっていうね。まあこういう不思議なお話もあるのかなと。でも、ふっとやっぱり、幻にね、戻りたいなっていうそのマジシャンの思いが、ベルギーのマジシャンの思いが、密かに。このトランプには宿っているんだろうな、というお話でございます。いいストーリー。そうですね。突貫工事で考えました。ストーリーでしょ？ちょっと待ってください、ごめんなさい。このマジックじゃないや、このトランプの商品自体にそんなストーリーはないです。もっとシンプルでもそう、トゥーザマジション。そうそう。だから、そのマジシャンに対して、お礼の絵を描いたのをトランプにしてくれたんですよっていうのは本当。その設定はあって。で、その先は特に、こう思い出すとどうこうとか、じゃないんだ。ない。もう本当にシンプルに。シンプル。じゃあベルギーでも当然ないと。いや、これ本当にベルギーだよ。ああ、そう、ベルギーは本当なの。何が本当で、何が作った設定なのか分かんなくなってきた。いや、ベルギーっていうのがいいなと思って、メイドインベルギーって書いてあるから、かっこいい。
そうだよな、これ、うん、ベルギー。ちょっとなんかあのフライングタイガーの世界観に似てる。フライングタイガー、雑貨屋さん。ああ、はいはい、はい、あれはどこだったっけ、なんかどっかのさ国が発祥の。フライングタイガーってあっちの方だっけ、北欧とか。そう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 、ね、多分そう。で結構そういうさ可愛 い, いちょっと落書きっぽいデザインがあったりするから、それをなんか彷彿とさせる、うん、これは、キッズカーズ、キッズカードか、キッズカード、うん、という、タイトルのマジックですね。結構前、これが購入したのはかなり前かな、インターネットが始まって。あ、そんなに前、早々の頃、うん、あの直メールで送ってもらってた頃かな、うんうんうん、そんなね、オンライン通販がこんなにも気軽にできる、もっと前か。いやでも、もう2000年ぐらいじゃない、2000年とか2001年まで行ってたかな。あ、まあでもほらその時代にさ、うん、今みたいにさ海外の商品がさ、まあ、例えばアマゾンみたいにポチったら来るような時代じゃないじゃん。ああそうね、うん、もう売ってるところに行ってメールをこう書いてね、うん、これくださいって送ってくださいって言って直にやり取りする、うんうん、ね、そうね、うん、そう、そんなような時代に購入いたしました。非常に、これはねマニアさんに見せても、うん、あ、これは夢があるなって喜ばれます。可愛、うん、かった。案外ね安いのに、なんだろうな、そこまで浸透してないっぽいんだよな、この商品。うん、だ、知らない、ひょっとしたら知らないのかもしれない。あ、流通自体がちょっとマイナーなのか、うん、かもしれない。俺マイナーなの探すの好きなんで、うん、まあ、マニアとしてはね、そう、面白いのないかなってね、そうそうそう、探してるもんね。他のマニアが持ってないもんをやっぱりね、うん、持ってたいんで。だって世界観的にはさ、やっぱり子供の描いた絵が、まあ、普通のデザインのトランプに戻るっていうさ、うん、すごい入りやすい世界観じゃん、うん、誰が演じても多分そんな違和感はないものじゃない、うんうん、なんか全然もっとやる人とか持ってる人がね、いっぱいいてもおかしくないような感じがするけど、うん、そうね、隠れた名品だったんだね、じゃあ。なのかどうなのかちょっとわかんないけど、うんうん、どなたが作ったのかちょっとね調べてみないとわかんないけど、うん、ということで、キッズカーズでした。ありがとうございました。雑です。